回のタイトルは、著名なアナリストのプラン B 氏、ビットコインを7万ドル以下で蓄積できる最後のチャンスです。ぜひ最後までお付き合いください。著名なクオンツアナリストのプラン B 氏は、ビットコインは急騰する前の2017年と変わらない状態だと述べています。プラン B 氏は X への投稿で190万人のフォロワーに、ビットコインは現在チャート上の4つの赤い点で示される強気相場局面に入って4ヶ月経ったところであると伝えています。同氏のチャートによると、ビットコインは2017年に4番目の赤い点にあった時、約1200ドルで取引されていましたが、年末までに2万ドルの水準まで急騰しました。また同氏は、特定のコホートのコイン価値を最後に取引された価格で測定するビットコインの実現原価指標の様々なバリエーションにも注目しています。プラン B 氏のチャートには、ビットコインの5ヶ月、2年および合計実現原価を含む3つの指標のバリエーションが表示されています。ビットコインの価格は3つの指標すべてをすでに上回っており、現在のレベルでのビットコイン価格は終わりを迎える可能性があることを示唆しています。7万ドル以下でビットコインを買う最後のチャンスです。プラン B 氏はまた、マイナー収益と価格変動の歴史的な相関関係に基づいて、業界の収益が半減期から回復するにつれて、ビットコインは2024年後半に垂直になるだろうと述べています。歴史的にビットコインマイナーの収益は半減期の2から5ヶ月後に回復し、その後ビットコイン価格は急騰します。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。 Thank you.